Yeah.
Yeah.
ですね、私たち猫のメニュー中のポーズ、正式のポーズがなくて、本当はデビューの時に間に合わせたかったんですけど、そうなかったので、今回から採用させていただくということで、はい、もう一回ちょっと恥を捨ててやるので、ちょっと本気でやります皆さん、よかったらこの後は皆さんも一緒にやるんですからね、ぜひ覚えていってください、よろしくお願いします。一緒にね、恥ずかしい。じゃあまず3人で、私ゆっくり、はい、私たち猫の目に宇宙にゃんちゅうです。私が間違えました。猫の目に宇宙にゃんちゅうです。猫足ね、みんな足大事だから、ライブをかっこよくして、そうギャップ萌え、言っちゃうんだ、言っちゃうんだ。はい、じゃあちょっと皆さんも一回一緒にやっていただけたらなと思います。お願いします。私たちっていうから、猫の目に宇宙にゃんちゅうです。お願いします。いきますよ。私たち猫の目に宇宙にゃんちゅうです。ありがとうございます。みんなこれで猫のメニュー中心メンバーということで、同じことを考えてはい、ということで、あ、クマじゃん、クマかわいいね。はい、ということで、ちょっと今日のライブ、実は SE がね、今日変わりました。なんかかっこいいのができた、かっこいいリアクション、かわいい。これからの対バンとかでもこちらの SE でやっていくので、皆さん覚えといてください。また聞きに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあれだ、ちょっと言うのをセット。本日は無料ワンマン第2回無料ワンマンお越しいただき、本当にありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。はい、なんかビラ配りをね、私たちは1ヶ月間結構ほぼ毎日やってたんですけど、そこで出会った方とか、あと台湾でね、知ってくれた方とか、いろんな出会いがあって、ここに集まっていただいて本当に嬉しいです。皆さん改めてありがとうございます。ありがとうございます。はい、そんな私たちからお知らせがございます。バラバラすぎて言うたごめん。第3回無声ワンマン決定しました。イエーイ。こちら日付がなんと12月25日クリスマスです。イエーイ。聖なる夜は皆さんと話してます。すいません、聖なる夜はね、皆さんの予定があるかもしれないので、昼12時オープンだったかな、確か昼の時間になるので、皆さん頑張って早く起きて無線単独遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。しかもまた無線ワンマンと思いきや、ちょっと一味違うんですよね、この無線ワンマン。新曲披露しちゃいます。イエーイ。やったー。そんなことメニュー中、9月18日にデビューして、今までこの今日やった7曲でやっていったんですけど、なんとついに新曲がお披露目されます。イエーイ。やったー。めちゃくちゃ嬉しい。私たちの頑張り次第で曲数が変わると、そうですよ、ね、チャレンジなので、1ヶ月間頑張っていきたいと思います。皆さん12月25日よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。待ってます。お願いします。はい、ということで、この後の特典会なんですけど、実はこの衣装ではなく、私たちね、そう、初期のね、一番初期のアーシャー覚えてますか、皆さん。覚えてますでしょ。6月末に解禁したんですけど、実はその時にですね、この衣装がまだ出来上がってなくて、でもアーシャー撮る日だけ決まっちゃってたから、急遽私服で撮ったんで、私服っていうか衣装っぽい私服をみんな揃えて買ったんですけど、ちょっとそれ以降使い道がなく、でも結構かっこいいので、今日それで特典会したいと思います。皆さんお願いします。待ってます。お願いします。はい、ということで、もう話すことないですかね。ないかな。じゃあ最後に締めの一言として、はい、ちょっと私から一言言わせていただきます、はい、私たち猫のメニュー中は9月18日に先ほども言わせていただいたんですけど、2ヶ月前にデビューをして、もうすぐだから、12月の18日無線ワンマンの前に3ヶ月を迎えようとしてます。初めてじゃないな、猫のメニュー中としてデビューする前に、プロデューサーに新人と言える期間は3ヶ月と言われていて、そのメリットが今私たちには迫ってきてるっていう状況になります。でも本当にこの3ヶ月でも初めて見ていただいた方に
2ヶ月とは思えないとか1ヶ月とは思えないと言っていただいて、で曲数もねデビュー時に7曲も用意していただいて本当にありがたい環境で活動させていただいてるんですけど、まだねやっぱ私たちデビューしたてということもあって自社のイベント以外では何外の対バンとかでは、なかなかいい時間帯に出られなかったりとか、結構ね、まあ、このデビューしたての私たちならでは の、あの悩みではないけど、まあ、そういう問題も結構あって、でなんか私たち猫の道は本当に大きくなりたくてどうしたらいいかなってすごく事務所さんにはすごくお世話になっているというかいろいろ与えてもらっているんですけど、でもそれに甘えることなく私たちは本当ビラ配りもそうだし、ちょっとまだ2人にやってなかったけど2人もね配信をやってもらおうと思って、SNS とか配信だったりビラ配りだったり本当に地道な泥臭いというか、そういう活動をこれからも頑張っていきたいと思うので、皆さんぜひよかったら無線ワンマン、そして対バンにも遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上私たち猫の目に宇宙にゃんちゅうでした。ありがとう。